準備宿泊が始まったのは、葛尾村の帰還困難区域にある野行地区です。村の北東部に位置する野行地区は、地区のおよそ 6% が特定復興再生拠点区域に指定され、来年春の避難指示解除を目指しています。復興拠点は原発の被災自治体6町村に設けられていて、準備宿泊が始まるのは今回が初めてです。対象となるのは30世帯83人で、準備宿泊は避難指示の解除まで行われます。具体的な解除時期について、村では村民の声を聞きながら判断することにしています。